この箱はね。てかみんなさ、何を求めてる？この箱に。ゲーム？それとも雑談？何を求めてる？表現の自由はまあ割とあると思う。ここはあるよね。だって外配信とかしたら多分他の企業はこれ、いやクララさ忘れたけど企業生だったわって思ってさ、最近なんか自由にやりすぎて企業に属してるってことを忘れちゃってた。マジで VTuber って二次元の存在なのになぜ外に出られるんですか？あのね、もう VTuber ってバーチャルだけの存在じゃなくなっちゃってるよ。もう体を映したりしてる人もいるし、もうなんて言うんだろう、普通に活動するだけじゃ差別化が得られないからね。やっぱ大手以外はじゃない？そう、もう顔も映しちゃってる人いるもんね。だって顔もその VTuber でもあるけどみたいな、顔も映しますみたいな、そういう人もいるし、もうそういう差別化を図っていかないとダメなんすよね。ああ止まれ、押せーよジジイ。あ、なんか今一瞬記憶飛んだ。なんか今、あ、一瞬ホラのホラと思って、でもそうそうそう、でもそうな、ライブさんはもう別になんだろう、もうそういうのやらなくてももう普通に人が来るじゃん。でも僕たち特に新規 VTuber っていうのはね、何か奇抜なことをやらないとまあ差別化取れないんですよね。だからクララは第一歩として外配信をやってみました。で効果はありました。チャンネル登録が微妙に増えてましたし、アーカイブも回っておりました。いつもの倍、やはりまあまあ効果はあったんじゃないでしょうか。はい、クララの今の目標はない。目標か、コラボカフェかな。コラボカフェやること、あとなんかゲームの大会出ること、これが目標だ。ああ、ゲームの大会に出ることだ。なんかだから一個極めたいよね。ゲームの大会出たい。うん。